ローレンス・アルマタデマ、ヒッポルトスの詩ジャンバティストル・モアーヌ、ヒッポルトスの詩、ルーブル美術館ヒッポリトスは、ギリシア神話の登場人物である。アテーナよ、テイセウスの息子。母は、アマゾーンのヒッポリテあるいは、メラニッペーか、アンティオペー。ヒッポリトスは、森の中で、アルテミスと共に、狩猟をしながら生活していた。彼のママハハパイドラーは彼に求愛したが、 拒まれたため、彼の父でありアテネの国王のテイセウスに残訴し、自殺した。テイセウスは、パイドラーの残訴を真に受け、かつて、ポセイドオンから与えられた三つの願いを行使して、息子、ヒッポルトスを呪い死を願った。そしてその願いは聞き入れられる。ヒッポルトスが、トロイゼエンのサロニカアンガンを戦車で走っていた時、ポセイドオンが使わした怪物が、海から現れた。 戦車を引いていた馬はそれに驚き暴れ、ヒッポルトスは戦車から落ち、暴走した馬に引かれて死亡した。エウリーピデンスによれば、ヒッポルトスは手綱に絡まり、瀕死となりながら、父、テイセウスの前まで引きずられた。アルテミスが真相を話すとテイセウスは後悔して、ヒッポルトスを許し、ヒッポルトスは、父の腕の中で死んだ。アルテミスは、ヒッポルトスの死を痛み、 アスクレーピオースを解き伏せてヒッポリュトスを復活させた。しかしすべき人間を復活させたことにゼウスは激怒し、アスクレーピオースを雷で撃ち殺した。ローマ神話では復活したヒッポリュトスはユーピテルの目から逃れるため、ディアーナによりローマに近いネーミにある妊婦のエーゲリアの洞窟に隠された。そして老人の姿に変えられ。 森のディアーナ信仰の神ウィルビウスとなった。ありがとうございます。